菓子が。はい、タイのお菓子が好き。はい、ウィッキーボックスで。はい、りょうちくんさん、誕生日おめでとうございます。たくさんの方からツイッターでお祝いいただいております。はい、お礼とちゃんと宣言をください。誕生日、はい、どうぞ。ありがとうございます。何歳になりましたか？10歳。はい、おめでとうございます。天才になりました。はい。え、なんで牛肉じゃない？およ、牛肉じゃない。ちゃんとね、和の料理でこういうお祝い、タイのお菓子が付きなんてなかなかないぞ、お前。分かってねえな。日本男児たるものを和食でお祝い。OK？ うん。はい、おめでとう。ありがとう。ありがとう。君の女性でやるからな。じゃあ。よし。はい。よし、1分、2秒。何？ 3 秒、4秒、5秒、6秒。うん？サメ？これ？おー、サメだ。サメのように強く。よし。じゃあ、ゆうちくん。今年1年、どんな1年しますか？今年1年は、うん、あの、2分の1成人として考えて、はい、あの、いっぱい勉強で東大に入るために。東大入ってどうすんのよ。東大の先はよ。先は、世界一になること。世界一？世界一の何になる？世界一の、電気博士。おー、じゃあこのタイのお菓子屋さんの願いを込めていただきましょう。はい。掛け軸？こっちか。これか。2分の1成人式の掛け軸。夢。夢の理由。自分は将来、東京大学に行くことが夢だから。東京大学に世界一な人。というのを2分の1成人式として学校で作ったそうです。そして賞を取る。これは何だ？ノーベル賞か。でん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 。ちなみにこれが初公開、生まれたばっかりの領地です。これ、こんな赤ちゃんがこうなりました。はい、いただきましょう。